ごい。あまりの迫力に圧倒されて言葉が出てこないや。ええ、とても壮大でずっと夢でも見ているような気分だったわ。ああ、結構長い時間だったはずなのにあっという間に感じたぜ。拍手しすぎて手がジンジンします。スカイフィルハーモニー交響楽団と知り合いだなんて、団長さんは本当に顔が広いわね。旅の途中でたまたま知り合っただけだぜ。な、君たちが音楽家を志した原初の感情、その君たちにしか存在しない唯一の感情、無二の音楽を掴んでくれないかなって。のびおさんが今日の公演の招待券を送ってくださったのもその時のお礼だったんですよね。そうだったの？私たちも誘ってくれてありがとう、団長さん。いいってことよ。すげえいい演奏だから二人にも聞いてほしかったんだ。私たちはこれから楽屋に行って皆さんに挨拶しようと思うんですけど、エルタさんたちも一緒にどうですか？いいんですか？わあ、ドキドキするな。団長さんに皆さん、お久しぶりです。お久しぶりです。さっきの演奏とっても感動しました。そう言ってもらえてとても嬉しいです。少しここで待っていてください。のびおさんやパートリーダーの皆さんも呼んできます。団長さん、今日は私たちの演奏を聞きに来てくださりありがとうございました。バリ久しぶりやね。元気にしとったと？来てくれてほんまに嬉しいわ。おやつあげるからみんなで食べや。舞台から団長さんたちが見えたんですよ。ご満足いただけたようで安心しました。私もバッチリ見てた。気持ちが引き締まっていい演奏ができたわ。団長さんたち、オーケストラの皆さんからもすごく頼りにされているんですね。私、緊張してうまく感想を伝えられるか自信がないわ。おお、君たちか。わざわざ楽屋まで顔を見せに来てくれたんだね。のびおさん、こんにちは。演奏とっても素敵でした。ん？リオちゃんも来てくれてたんだ。人が多いところは苦手だろうに、嬉しいよ。気が向いたの。この楽団の演奏、ちょっと興味あったし。あれ？もしかして君は十天使のリオさんじゃないのかな？あ、はい。その、はじめまして、のびおさん。十天使？生ける伝説と言われているあの十天衆ですか？十天衆？十天衆はとても強い力を持った10人で構成される気空団で、七王の騎士にも並ぶ実力者だそうです。てっきり
もっと怖そうな人たちだと思ってましたけど。話には聞いてるよ。成田君が若い頃家が近かったんだってね。そうだったのか。うん、家で演奏していたらお互いの音がよく聞こえたものよ。そういえば成田さんが楽器を演奏しているところって見たことないです。成田君の演奏の腕は確かだよ。指揮のセンスもそこで磨かれた部分が多いだろうね。成田さんの演奏今度聞かせてほしか。いや、そんな期待するほどのものではないですよ。ねえ、私たちこんなにゆっくりしていていいの？そういえば今夜の出発って早いんやっけ。急いで準備せなあかんかもしれんな。この後何かあるんですか？私たちはペルフェットという島で開かれる慰問コンサートに出る予定なんです。慰問コンサート？災害があったそうです。嵐のせいで大規模な土砂崩れが起きたって聞いています。そんな大変なことが。皆さんの演奏で島の人たちの気分が明るくなるといいんですけど。ところで君と赤い髪の彼女も何か楽器をやっているのかな？はい、そうですけど。だったら君たちも力を貸してくれないかな。実は話が急だったので演奏家が不足しているんです。来てくれるとありがたいんですが。僕でよければぜひ。私も役に立てるなら。ペルフェット、確か例の旋律が響いてきた方角の。この家はもうダメね。お母さん。お母さんを助けられなかったのはお父さんのせいだ。すまなかった。あんなに美しい町だったのに。そこの旅人さん、この瓦礫をどかしたいんでちょっと手を貸してもらってもいいか？うん、わかった。悔いてもしょうがない。今やるべきことをやらなきゃ。まだ苦手なのよ。